皆さんこんにちは、ヒロです。今回はネイマール選手の得意技ピックロールを解説していきたいと思います。ピックロールまでの3ステップです。1インステップバウンス、2ミラージュ、3ミラージュヒール。それではまずステップ1のインステップバウンスです。バックスピンをかけて蹴り上げて、インステップのつま先寄りで跳ねさせる技です。この技が一番重要と言っても過言ではないので、しっかり見ていきましょう。まず蹴り上げるときに自分より少し遠くに蹴り上げます。次にボールの奥側を蹴ってバックスピンをかけます。この時ボールの軌道は自分に向かってくるようにします。地面をしっかり踏み込んでインステップのつま先寄りでヒットさせます。これらを意識することでボールが真上に上がりやすくなります。ステップ2ミラージュ。ミラージュはステップ1のインステップバウンスを足をクロスさせて行う技になります。左足をボールの上から内回しにクロスさせてバウンドさせています。スローで見ていきましょう。ステップ1を意識しながらインステップバウンスをします。ボールが落ちてくるときに左足でまたぎに入ります。ボールがバウンドしたときにはボールの上をまたいでおきましょう。またぎを得たら足先でキャッチ。ステップ2で重要なことは、左足でまたいでもバウンドさせる足はぶれないようにしましょう。足がぶれてくるとボールが真上に上がりにくくなってきます。ステップ3ミラージュヒール。ミラージュで拾わないんですけど、ミラージュヒールとして解説していきます。横からも見ていきましょう。まずステップ2のミラージュのまたぐところまでは動きは一緒です。またいだ後はボールを越えてそのまま右に90度体の向きを変えます。そして右足のかかとでヒットさせます。ここで重要なことは、やはりまずはしっかり真上にバウンドさせることです。ボールがずれるとかかとで蹴ることが難しくなってきます。体の向きを変えながらバウンドさせるのではなくて、バウンドさせてから素早く向きを変えましょう。それではピックロール完成バージョンを見てみましょう。ミラージュヒールをした後に1回転回ってキャッチ。スローで見ていきます。ピックロールの最終段階はかかとで正確なコントロールが重要になってきます。その後に素早く回るということも大切です。横から見ていきましょう。それでは重要なポイントを解説していきます。このかかとで蹴るときにボールをしっかり見ておきましょう。かかとで蹴り上げる精度が上がります。そして素早く1回転して正確にキャッチしましょう。それでは応用技やっていきます。このネイマールの得意技のオーバーザワールドを加えます。それでは応用のピックロールオーバーザワールド。ピックロールをしてダイレクトでオーバーザワールドでキャッチ。ピックロール自体難しいんですけど、さらに高く上がったボールをオーバーザワールドでいなすことが非常に難しかったですね。ピックロールの一番重要なポイントをおさらいしておきます。バウンドさせた時に真上に上げることが一番重要です。バウンドで真上に上げるには、自分に向かうバックスピンをかける、ヒットする時に地面を踏み込む、バウンドさせるまで足を動かさない、これらのポイントを第一に考えて取り組んでいただけたらと思います。実はですね、ネイマール選手のこちらの動画にはフルバージョンがあります。それがこちらの動画で、おしゃれなリフトアップからピックロールに入っています。僕も再現してみたので最後に見ていただけたらと思います。ボールを引きながらリフトアップでピックロール、 OK。 今回のピックロールはほとんど練習したことない技だったので非常に難しかったです。一つ一つのポイントを意識すればできるので、ぜひチャレンジしてみてください。今回の動画が良かった方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。動画に対するコメントもお待ちしております。最後まで見ていただきありがとうございました。頑張っていきましょう。バイバイ。